チラムです。ラムズゲン。どうも映画チンピラジャガモンド斉藤です。どうも映画バカ芸人アンコです。パニパニュー。はい、シネマーションとは映画好き3人が集まって好き勝手映画について語っていくという番組でございます。お願いします。今年、はい、2発目の未体験ゾーンの映画を見に行こうということでございまして、うん、未体験ゾーンとはですね、いろんな理由からちょっと劇場未公開になった作品を取り扱った映画祭となっておりまして、うん、前回はこのスカイシャーク行きましたね、はい、今日見に行く映画はこちらでございます、はい、ババン、ウィッチサマー。おー、うわ、ミッドサマー。いや、村のやつじゃないです。違う、ミッドサマーかぶってないです。かぶってない、かぶってないです。あ、よかった。俺はもう、そうなんだ、もう、はい、もう、あ、だってサムライミ。そうなんだよ、ここ気づいてくれてありがとうございます。え、サムライミがですね、スパイダーマンの撮った初期の、はい、最高に面白い近年で最も怖いホラーというね。うん、どうしたの、ラムちゃん。え、後ろにミッドサマーって書いてあるけど。え、ちょっとごめんなさい。自己申告システム？ちょっと待って、まさかのびっくりした。なんて書いてあるの？ミッドサマークワイエットプレイスを超えたっていう。何？使われてる。踏み台に使われている。ごめん、あながち合ってた。そうだね。ただいまー。教育番組みたいな。ミッドサマー見てまいりました。はい、はい、感想をじゃあ行きましょうよ。これはスカイシャークの後ですから。そうですね、そうです。そこはみたいな、スカイシャークはちょっと絶妙だったじゃないですか、はい、はいはいはい、今回はどうなんだと思って見てる方多いと思うから。そうなのよ。そうですね、いやちょっと今回ウィッチ様はめっちゃ面白かった。おお。全然ミッドサマー関係 なかったです、内容は、うんうん、男の子が別荘みたいなところに行くんですけど、うんうん、隣人さんの奥さんがちょっと人格が急に変わって、うんうんうん、なんだかその奥さんの子供が怯えて自分に助けを求めてくる、うんうん、何なんだこれはっていうお話なんですけど、まあ魔女のお話もちろん、うん、はい、なのでね、あの呪いとか呪術すごい好きなんですよ。はいはいはい、あのオカルト感ね。そうそうそう、いいよね、うん、すごいね。だから見てて、まあ怪物でもなければ生き物でもないじゃないですか、動物系でもない、うん、この女限定じゃないですか、はい、魔女なんて。そうだね、そう、その不気味さがすごく好きで、うん、結構後半伏線とかも結構だいぶ回収していく作品だなと思って、はい、うん、すごく見てて楽しかったです。複雑は複雑なんですけど、割と単純でこう進んでいくお話だったので、すごく楽しめました、うんうん、ブラムハウス的な、はいはい、そうね、うん、感じを感じました。感じ感じたね、感じを感じました。分かる分かる、はい、うん、僕めちゃめちゃ好きで、うん、なんかこの派手すぎずこのじっとりした怖さというか、これがね、なんか未体験ゾーンというか待ってましたみたいな感じのやつ味わえてすっごい楽しかったし、うん、今回舞台も森もね、見つつ、まあそこの王道的魔女の怖さというか、立地といいね、でシステムがむちゃくちゃいいなと思って、この記憶を消すっていう人、これがまたそのすごいアクセントになってくるじゃん、物語の。まあ重要なね、重要な感じになってて、あ、こういう使い方すんのむちゃくちゃ物語楽しみにしても面白いなって思ったし、あとはやっぱこのディティール、見せ方というか、まあ、あんま映ってないけど見えるっていう怖さもあるけど、それよりも私ぶち上がったのはこのね、鹿。はいはい、鹿からね、気持ち悪いね、あれね。そう、なんかこの直接的な肝怖さ、うん、あれがやっぱこう脳裏に焼き付くぐらいの演出してくれて、これはこれでホラーとしてもめちゃくちゃたまんないなって、うん、人にも映っていくじゃん、うん、そうだね、 SF チックじゃないけど、うんうんうん、ちょっと面白いし、エイリアン的なね、そうそう、うん、あとプラスこの疑心暗鬼になっていく、うんうん、キャラたちもすごい面白かったなっていう、うん、ちょっと優勢からのグッド X じゃん。そうそう、俺もそれ思ったのよ、でやっぱ子供がね一人立ち向かっていくっていう、うん、周りが信じねえ、このね、立ち向かう姿も応援できる、うん、孤立してるもんね、孤立してる、もうなんかホラーのいいところ結構バンって、そうだね、ちゃんと入れてくれた映画でね、ちょっと大好きですね、うん、はい、ありがとう、未体験。
僕はね、めっちゃ好きでした。おお。設定とか題材はベタなんですけど、うん、そのさっきの鹿のとこもそうだし、うん、俺が一番うわっってなったのはある人物がさ、うん、ある人にこう襲われて首絞められるのよ、うん、そしたらそのこの手から違う手が出てきて、うん、あーしゃーって吹き飛ばされたその倒れたとこからまたそのお腹から裂いてこうやって出てくるっていうのとか、うん、なんかそのなんだろう楽しさ、うん、どういう仕組みなんだろうみたいなのとかがなんかすごいこう体験したことない、うん、まさに未体験だなとか、アメリカあるあるが割とそのモンスターとかそういうのが出てきたらすぐ襲っちゃうんだよ。そうああはいはい。Jホラーテイストも前半すごいあって、うん、子供がさお母さんをさこう見たらさなんかこう逆光でさ窓のところに立ったお母さんがなんかこんなのあはいはい。してたみたいなのとか、うん、見られたからあっつってそう吐けるみたいなとかただ立ってるだけでも襲っては来ないみたいなそういう心理的な怖さみたいなとこ、うん、とかも低予算だからこそやれてる感じ、うん、発想で行ってるところがすごく体験したことないところいっぱいあったから非常に楽しめたなっていうのと、うん、あと冒頭さ主人公がさちょっと大変な目に遭ってるとこから始まって、うん、で5日前ですっつってで、5日前に振り返ると、バスのとこから始まるじゃない。はい、で、そこからこう普通にこう進んでって、その回想してた、その何、リアルタイムの時間になって、うん、で、そこ過ぎてから、まあ、あるひねりが出てくるじゃない。はい、で、この映画は、その構成じゃないと、あのトリックは使えなくないって思った。ああ、なるほど。だよね。表面的などんでん返しじゃなくて、うん、ちゃんと意味がある感じとかは、あ、うわ、すげえみたいな。あれってリアルタイムで進んでると、成立しない話だから、うん、とか、あ、すげえなーって思いましたね、うん、はい、ということで、うんはい、未体験ゾーンまだまだやっておりますので、はい、ネタバレありトークはサブチャンネルでアップいたしますの で、 いいです、ね、知りたい方はぜひそちらご覧ください、うん、今日のシネマンションは未体験シネマンション。ちょっと待って、間違えた。何がいいじゃん。あれじゃそのね、オリジナルのオープニングをね考えてくださいってなったんですけど。